色揚げ前の尺銅の板。尺は銅は銅に3から5%の金を加えた合金である。造眼細工などの日本の工芸品に用いられる。発色処理を加えると、青紫がかった黒色を呈する。尺銅色の肌などと使われる色は、黒に近いという意味である。発色処理のことを2色仕上げ色揚げ、2色などと呼び、六色と単板、明板などを混ぜた液で煮ることで、 表面に酸化皮膜を人工的につけることにより発色している。尺銅が黒く見えるのは2色を上げした銅の表面に数マイクロメートルの亜酸化銅の皮膜ができるためで、この亜酸化銅の皮膜の中に5から10ナノメートルの金の微粒子が分散しており、この金の微粒子が入射口を多重反射させつつ吸収し減光させ、明度を低下させることで黒っぽく感じるようになる。また、 羽を通った光は青くなる。亜酸化銅本来の反射光は小豆色であり、これらが合わさることで、尺銅色と言われるやや青みがかった黒色となる。ちなみに、このサビはほぼ大気中では安定し、その他のサビや、六章の発生を防ぐ役割もしている。鉄つばに赤錆が出ないように、表面に黒錆をつけるのと同じ役割も果たしている。ありがとうございます。